はい、こんにちは。日本改革党忽那和です。今日4月21日20時から新防衛研究チャンネルさんの YouTube ライブに出演いたします。河野太郎が日本の防衛にどれだけ悪影響を与えているかについて、というお題だそうであります。よかったらご視聴ください。よろしくお願いします。定期的にご支援くださる近藤辰之さんのチャンネルですね。4月18日更新、河野太郎公式ブログ、ごまめの歯ぎしりつったっけな、一般人を裁判で訴えているというのは本当ですか、ネット上での事実、ネット上で事実無根の誹謗中傷をしつこくしている人を名誉毀損で訴えています。他人を誹謗中傷しておいて私は一般人だから訴えないでというのは物の道理として通らないと思います。ネット上の誹謗中傷や嫌がらせや誰に対しても許されないということを徹底しないと、ネット上のいじめを野放しにすることにつながります。以下略、これ私のことだね。なんか知らないけど、事実無根の誹謗中傷をしつこくしている人にされちゃってますけどね。あとなんかあれだよね。ネット上の嫌がらせを許されないということを徹底していかないと、野放しにすることになります。なんか正義ぶってない、これなんか俺は正義のためにやってんだみたいなことになってない、好きかって言ってるよなこれな。世論です。どこまでも開き直るつもりなんですね。すでにワクチンに関して相当追い込まれているのに、まさに減らず口、国会ひいては日本からも出て行ってもらいたい。デジタル担当大臣が再エネティタスクフォースだなんて道理が通らない。批判が嫌なら議員辞めちまえ、責任合わない嘘は吐く、誰彼構わず脅すゴミが国会議員、河野太郎の発言を並べるだけで勝てそう。根拠ありありの指摘だから過剰反応しちゃうんかな。裁判の勝ち負けとは別に、ほとんどの国民は中国の犬だと思ってますからね。この太郎黙ってらんないっすね。私をスルーできずに訴えちゃったことから、黙ってらんないんだな、この人我慢できねえんだなっていうことはわかりますけれども、国会一のスルー力のなさじゃなかろうか。罵声も怒号もガン無視の椎和夫や福島みずほとは大違いですよ。自分だってね、コロナワクチン2億回接種でも死者ゼロ発言でですね、ワクチン担当大臣による薬害の隠蔽って国家賠償請求されちゃってんのに、私を訴えてる場合じゃなかったよね。裁判で勝てたらというか、こちらの言い分をですね、一部でも認められたら、事実無根の誹謗中傷って私を中傷したことになるよね。事実無根って完全に何もないという意味の絶対語ですからね。絶対語っていうのはですね、完全とか完璧とか皆無とか絶対とか状態が一つしかない言葉であります。こういう単語を絶対語っていうのね。少しでもですね、河野一族中共の犬っぽいようになって裁判官が判断したら、事実無根っていうことにならないから私への中傷ですよね。これに対してですね、現職大臣が一般人を事実無根の中傷をする人って中傷したって訴えることも可能かどうか相談してみますね。東京新聞、再エネヘイトという単語を作っちゃって、河野太郎と再エネタスクフォースと自然エネ財団を擁護。中国国営企業のロゴ入り資料を提出したのは単純な事務的ミスなのに、工作員、背後関係といった不穏なワードで批判するなーっていうことらしいんですけどね。まあ長々書いておりますよ。世論です。再エネヘイトって何？また自分たちに都合いい造語を作ったのか。何でもヘイトって言えば論破した気分になれる魔法の言葉。都合が悪いことを言われるとヘイト、ヘイトだーと言ってれば何でも通ると思ってるカス、そういう用語が怪しまれているのでは。トンキン新聞によるスパイ用語、なんとか被害者ポジションを得ようと必死。再エネはそもそも日本潰しのためだし。日本ヘイトの東京新聞、中国共産党の下部組織の資料をまんま使ってたらそれはダメでしょう。再エネハラスメントの方が再エネハラスメントの方が
悪質だと思う、何でもかんでも太陽光にしろってハラスメントのことですかね、3人の記者が名前を連ね、元芝木隊の安田光一、アン・ホンイルさんっていうらしいです、この人、もう参加した東京新聞渾身の擁護記事、力入ってますな、よっぽどこの件つつかれるのは嫌なんですね、だったら私を訴えたのはますます悪臭ですよね、河野一族が中共の犬と考えるに至った根拠を法廷で山ほど並べんだわね、裁判の勝ち負けとは別にほとんどの国民は中国の犬だと思ってますからね、これ政治家として終わってない？これ、政治家としては、これが刑事裁判じゃないんだから、政治家として終わってないか、今後何をやってもそういう目で見られるんだから身動き取れないですねこれ、中共にしても身動き取れない河野太郎は利用価値ゼロでしょ、前はうまいことやって防衛大臣の河野太郎使ってですね陸上型イージス潰しましたけれども、今後はそれもできませんね、河野太郎が自民党議員にお手紙、全員マイナ保険証が使えない医療機関を見つけたら役所に通報するように支援者に呼びかけてくんない、こそこそそんなことやってたのか、私はですねマイナ保険証賛成ですけれども、なりすまし受診とか使い回しとか防止できるから、マイナ保険証賛成ですけど、小沢一郎、ああこれ手駒を密告者にするへーへーの手口ですわと批判、これ口に出せないんですね、これ言うとですねGoogle さんの AI がピピンと反応してですね審査が遅くなっから、で勘弁してください、世論です、生きとったんかーい、日本って告げ口社会だからしゃあない、河野って強い言葉ばっかり使ってるから逆に弱く感じるよね、ファシズムまんまよな、利権の通報はどこにすれば、河野は国賊と言っても差し支えない気がする、中国みたいになってきた、盛りかけの方がふふふっぽかったけどね、目的のためには手段を選ばないサイコパス、サイコパスどっち、河野太郎のこと言ってんだろうなこれな、小沢一郎が河野太郎を批判って中共スパイ VS 中共スパイで面白いですね、中共の犬同士仲良くしねえのか、テレビ新聞は中共の犬の河野太郎をかばってかばってかわいまくって私を訴えてることも一言も報道しないのにね、仲間同士の結束よりもマイナ保険証の方が嫌なのかな小沢一郎は、ゴドウィンの法則ふんふんだふんふんだと言った方が負けと、小沢最初から負けてるんですね、最初からこれ言ってっからね、そこはですねこれは中共の手口だって言っとけばいいのにね、言えないのかなっていう公営兵の手口だ密告だ、密告社会、伊豆諸島の鳥島東の洋上で海事の哨戒ヘリコプター2機が墜落、木原稔防衛大臣、両機が衝突して墜落した可能性が高い、両機には計8人が搭乗、回収した1名は死亡、フライトレコーダーは2機とも回収に成功、亡くなられた方を謹んでお悔やみ申し上げます、不明の方の無事を祈っております、世論です、人民軍に撃墜されたのか、真実を明かされることはないやろな、フライトレコーダーの回収が早すぎる、怪しい、フライトレコーダー回収したなら残骸は浮いてるってことなんかね、普通に考えると不明者7人は機内に取り残されているのにフライトレコーダー両機とも回収ってなんかおかしい、更新記録抹消されたりして戦争はもう始まっているということだ、夜間飛行だったっていうことで本当に衝突事故だったかもしれない、人民軍に撃墜されたかもしれない、情報が少ないんで何も断言できませんけれども、2チャンネルニュース速報でトップニュースだったんで取り上げてみましたけれども、これ5チャンネルになったんだけど未だに2チャンネルニュース速報って固有名詞になってますね、5NN にならないのか、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、テレビないんで確認できませんけれども、テレビこれ大報道してるんじゃないかな、多分テレビのやつら日本人が亡くなると特に自衛隊に不幸があると大喜びするゲスども
ですんでね、まあ、ゲスっていうか日本人の敵ですけどね、埼玉県久喜市同和団体と絶縁、補助金の使途不明などであらゆる競技研修会総会などに対応せず補助金は廃止と宣言。まあ関わらないって、聞かない、え、なんだっけ、三原則あったよね、うん、なんだっけ、言うこと聞かない、話さない、関わらないだっけ、忘れちゃった。世論です。これは朗報、他の自治体も見習ってほしい。素晴らしいです。埼玉市も頑張れ。そして騒ぎ出す人権団体、今時差別はないわなと、熊谷市の同和団体への補助金が安倍総理国葬反対集会参加の日当になってたり温泉旅行代になってたことが判明したばかりですし、グッジョブです。本庄市、深谷市、これなんていうの、上里町、上里町、わかんないっす、上里かもしんないに続いての快挙だそうで、近隣の自治体と協力して偽童話退治を頑張ってたんでしょうか。明治政府成立1868年までは合法だった童話差別、違法となってから156年経ってます。今時ですね、差別がって言っても説得力ないんですよね。どこに、どういう、どこがって切り返されてしまいますからね。弱った童話利権に危機感を覚えたパヨどもが目をつけたのが LGBT 弱者利権というわけでしてね、こいつらの弱者にたがる、弱者を作り出す、弰者を捏造する、慰安婦とか徴用工とかありますけれども、6月10日から施行される新入管法、難民申請で送還逃れし仮放免された不法滞在者の管理人には生活状況報告義務があり、違反すれば罰金ってなります。NPO 法人、これなんて読むかわかんないですね、LAFIQ 代表理事田中恵子、誰もやりたいと思わなくなる、難民支援そのものができなくなる。だって報酬もらってんのにね、誰をやりたいんじゃないの、報告するだけで報酬もらえない。世論です。そんな無責任が、金づるがなくなるのは嫌だと文句言ってるだけ。報告しないなら管理者じゃないだろう、犯罪者を支援すんな、どうせ偽難民やろが、管理者の報告義務は当然だろう、難民審査が通ってなければ難民じゃないんだわ。今までの管理者は仮放免者を受け持って国から金もらって報告義務もなく逃げても全く責任なしのおかしな状態だった。それこそおかしいじゃん、受け持ちさえすれば金もらえるって何の仕事もないっておかしい。ノーリスクで公金集中のやりたい放題、ノーリスクっていうかノー仕事、さぞかし美味しい商売だったことでしょう。難民支援できなくなるって今までも何もしてないじゃん、逃げても放置してたんだからさ、報告もせずに。それに難民審査を経て難民認定されてなければ難民でないよ、難民支援はおかしい、自称難民支援って言え、童話潰し偽装難民潰しが進んでるようで何よりであります。次は再エネ潰し頑張らないとね、 LGBT 関係の新たな公金集中作られないように警戒しなくちゃいけないですね。今日の単身、立憲泉健太、自民には自浄作用がない、裏金、でね、衆院長崎3区補選応援で力説、案の定ですね、お前が言うな、お前らだけには言われたくない、非難号々。小沢一郎の西松建設事件も、人死にましたねこれね、二人ばかり。鳩山幸男、贈与税脱税、これ母ちゃんからお小遣いもらってそれ、脱税してた、申告しない。会計責任者温泉変死事件も、菅直人、北朝鮮団体寄付も、蓮舫二重国籍も、梅谷守日本酒配布も何一つ解決してないんですね。離脱したけど、立憲じゃなくなったけど、前原誠司焼肉や重荷献金も、あとはガソリン山押しより、まあやめたけど、ガソリン代がすげえ疑惑も、民主党不祥事で検索すると山ほど出てきますので、お目汚しにどうぞ。今日の三文に、外国人職務質問は差別、警察が外国人は怪しいという印象を世間に植え付けている、いや日本人でも普通に職質されるし、
不法滞在者も多いし、不法滞在以外の犯罪者も多いからしゃあないよねこれね。セオル号事故を受け、韓国教育部、文科省に相当するとこだそうであります。公立学校に生存水泳教育を義務付けたが守られていない。全然、6175小学校中プールがあるのは122校のみ。エリート校ですねこれね。進んでない理由として教師が挙げたのが、思春期児童が水着を嫌がる、水泳の授業で溺れる恐れ、親のクレームなどなど、韓国儒教の影響で口先だけで生きていくのが尊いとされ、体を動かすことは卑しいこと、差別がすごいんですよ。だから現場作業員とか差別がすごい、みんな文官になりたくて、ペンとハンコでするような仕事になりたくて、競争がすごい、水泳だけでなく体育の授業もですね、親たちがそんな時間があったら勉強させろってクレーム入れるそうであります。受験に備えてね。なので韓国人は泳げないのがデフォルト、泳げる韓国人は珍しい。だいたい指導する教師が泳げないんだから指導しようがないですよ。だって教師が泳げないんだから、そりゃプールで溺れる恐れがあるのも納得。韓国海軍兵の 85% が5分で溺死っていうデータもあるしね。つまり15% ぐらいが5分間を生き延べられない本当の金槌。文科省に相当する教育部もやってる感出すために生存水泳と言ってみただけで、別に実現しなくてもいいんでしょうねこれ。守られてない。韓国では役職は責任ではなく利権を指すそうなんですよね。イラン政府19日にイスラエルに攻撃されたと発表したけど、国内の反政府組織によるものだったわと発表。金曜日大きく下がった日経平均、これで爆上げすかもしれないですね月曜日。にしても宿敵イスラエルのせいにしてもよかったのに、随分大人の対応してますな。アメリカあたりに強烈に脅されたりでもしたんでしょうかね。これ謎ですけれども、というわけで、今晩他のチャンネルですけれども、近藤辰之さんのチャンネルに20時から生放送出演いたしますんで、皆様ご視聴よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。